どうもどうも、習得チャンネルです。2021年3月24日、メンテ明けのガチャ、回していきたいと思います。ログレス学園。約1500億の前段発射と、それと、派遣、この葉の作や、ですね。で、1回無料がありますね。それと前週のアモールとクロノスも残ってます。あ、これも2週間か。ログレス学園。ちょっとね、ログレス学園の方はもう持ってるんで、今回はちょっと、この葉の桜派遣、こちらの方を、今回、ちょっと、150個ほど、回していきたいと思います。これよりこっちの、アジダハーカが何円出てくれたら嬉しいなと、思ってます。まあ、出ないでしょうけど。400回ですね。中身なの？あ、この葉の桜、1個だけですね。ではちょっと回していきたいと思います。なんか今回ね、メンテで、敵の、ゲージっていうんですかね。体力っていうんですか？あちらの方が、前何億とか何百億とか、もう細かい数字00がブワーって並んでたんですけど、なんか、さっきちょっと、デイリーの方行ったら、その数字が、まあ360、5億の敵の体力でしたら、数字の365と漢字の億で表示されてました。短縮、かなり短縮されてまして。まあ、わかりやすくなったといえば、わかりやすくなってましたね。あれは僕も、ちょっと、実は、老眼なんで、もう300億とか、ゼロがあんだけ並ぶと、まあ見えにくいですよね。数字自体も小さいですし、どんだけ体力あんねやと。お？コスモ出ました。風か、いらんか。ねえ、あの数字がね、300億とか、0並ばれても、300億か、30億か、わかんないですもんね。だからまあ、縮小されるようになったら、嬉しいなと思ってたんですよ。今回でもあれでかなり、わかりやすくなりましたね。なんか、クエストの次のクエストに行くというモードがあるんかな？どうなんだろう？後でちょっと試してみたいんですけど、次のクエストに行くのに短縮されたみたいですね。またそっちの方はちょっとまだ試してないんですけど、まあ、確かに次のクエストに行くまでにあっさり行ってほしかったですよね。ちょっといろいろ、まあ宝物受け取ったりとか、まあ必要っちゃ必要ですけど、おお、あ、俺この辺限定な的なのはよく出るんかな、最近。クエストの次へっていうのを短縮できるならば短縮してほしいっていう願望はありましたもんね。今ちょっと150個ほど聞きましたけど、まあ、そこがね、この葉の桜も欲しいかなって言ったら今、まだそんなにいらないかなと、装備的に今、こんな感じなんですけど。ここの強いやつが欲しいですね。まあ、アジダハーカとかね。アジダハーカぐらいかな、今。この葉の桜ってここに入るんか。これ、今もこれでも満足してるからな。ここやね。アジダハーカとか。そういうのが欲しいね、次は。まあでも、こんな感じです。ちょっと、今日のメンテで、変更がなされた、クリア時に、次のクエストへ進む機能を追加しましたと。一部クエストで、リザルト画面で、次のクエストを選択できるようになります。この対応によって、クラントライアルのクエスト及び順序を変更しましたと。リザルト画面って何やろな。難しいな。戦闘画面において、HP ゲージ及びキャラクター情報の表示を調整しましたと。これが、数字ですね。奥の数字を短縮したってことですね。チョコレートダイナソーのイベントを限定素材を削除しました。これちょっと意味わからんな。まあ、とりあえずですね、クランクエストに行ってみて、クラントライアルか。あ、なるほど。このレベルが逆になってますね。1からでしたもんね、上が。これが下から、まだ僕一つもやってないんで、これ1入りますよ、とりあえず。何が変わったんや。ちょっと楽しみですね。なんか音こんなんやったっけ。とりあえず入ります。ここの数字は、あ、そうか。僕泣いたら、普通の、この小さい、文字が小さいっすよね、これ。これ。かなりのおっさんやったら、あ、リザルトへって書いてますね。リザルト押しましたよ。リザルト押したら、ここは普通やね。どう短縮されたんでしょう。あ、次のクエストへ、期間、もう一度挑戦か。あ、なるほど。次のクエストへでいいか。宝箱だけ開いて、出発と。あれ？あ、短縮、あ、そうか、ちょっとは短縮されてるか。あ、それいいか。次のクエスト行きましたもんね、これ。なるほど。この敵の数字。これ、小さい。なると、リザルトへ。リザルトへ、リザルトってどういう意味だろう。英語かな。次へみたいな感じかな。あ、なるほど。次のクエストへか。これいいね。ちょっと短縮したかもしれん。なるほど。他でも使えんのかな。これだけかな。とりあえずこの8いって、奥の数字が、こんな感じになってるか。敵のね、体力。あ短縮されてますね。7億、8億。これね、もう一つわがまま言うんやったら、この7億の、数字の7だけでもいいし、もう少し数字でかくしてほしい。ここ。奥がもう、潰れてるよね、この奥っていう感じが。このフォント、もうちょっと倍でもいいんじゃない？この、もう少しでかくしてくれたら、この老人にも優しい。老眼の人でも見やすいと。まあ、俺ちょっと、まだ霞むな、この7億。老眼来てますからね、これ。まあ、見えんことはないけど。7億。まあ、短縮したのはいいんですけど、短縮した分、文字ちょっと大きくしてもいいんじゃないかなとは思いますよね。まあ、運営さん、もし聞いてましたら、気持ち、数字、大きくしてほしい。まあ、見やすくはなりましたよね。